テレレレレテテレレレレテレレレレテテレレレレ。こんにちは、サモリです。こんにちは、マリサです。少しお前にしろ。もう一回。こんにちは、タモリです。もうちょっと、もう一回。ちょっと寄った。こんにちは、タモリです。こんにちは、アリサです。はい、なんだっけ、忘れたよ。アイドル祭りですね。はい、タモリさん、この前、アイドル祭り2016北信越エリア代表決定戦が終わりましたね。そうなんですね。似てるよ、似てるよ、似てるのか。北信越エリア代表決定戦で3位だった乙女たちを銀河団、あ、間違った。いいです。あ、間違った。言おうと思ってることいっぱいある。大丈夫よ、もう一回。3位だったプリンシパルエクスクラメーションと2位だった乙女たちを銀河団さんが今日はゲストで来てくださっています。そうなんですね。それではそれではゲストを紹介しましょう。いいですか、どうぞ。プリンシパル銀河団の皆さん、どうぞ。続きまして乙女座町エクスクラメーションの皆さん、どうぞ。今夜はプリンシ…今夜じゃないか。今夜はプリンシパル銀河団の皆さんがキラースマイル、そして乙女たちエクスクラメーションの皆さんが神様だって楽じゃないを披露してくださいます。おーおーおー。それでは早速、はい、曲に行きたいと思います。皆さんぜひ前の方へ来ていただいて、ここあいつ寂しいですので、皆さんぜひ前の方で。M ステもっと前にいるし。そうだよ、いっぱいいるし。もっと前に来てる。そうだね、ここ空いてる。恥ずかしいか、恥ずかしかったなっていいよ。後悔するよ、来ないと。知らないからね。私ももうやれよ。それではそれでは行きましょう。行きたいと思います。キラースマイル、神様って楽じゃない、2曲続けてお聴きください。一度ってトルブがあったらいい。
じゃなくてもお願いしてくれたらお願いしてありがとうございました。ありがとうございました。それではこちら、富田町エクスクラメーションの夏さんお願いします。はい、おとぎさんの曲をやるのが初めてで、あとおとぎさんのメンバーともやるのが初めてだったので、すごい貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。